広瀬金蔵明治9年3月8日は、江戸時代末期から明治にかけての浮世絵師。本名は、生前10回以上に渡り改名しているが、出身地の高知県を中心に、駅の通称でも知られる。文化9年、高知城下新日町に、上井職人の子として生まれる。生は、木村氏。後に、伊カ坊の師士となって、広瀬を名乗る。幼少の折から、 絵の才能で浄化の評判となり、16歳で、江戸に行きと佐江戸判定御用絵師、前村童話に指示する。また幕府御用絵師、仮の道役に指示したとも言われる。通常ならば10年はかかるとされる、修行期間を足掛け3年で終了し、林道院の名を得て、高知に、帰郷。20歳にして、土佐藩が老霧り紙への御用絵師となる。しかし、 かの丹優の岩作を描いた剣技をかけられたことで、職を説かれ、高知上下所払いの処分となり、仮の葉からは、波紋を言い渡される。その際、御用絵師として手がけた水墨画の多くが焼却された。ホライが実際に岩作を描いたかどうか真相は、明らかではないが、修作として模写したものが、古物商の手に渡り、町人の身分からは隠して御用絵師に取り立てられた。 ホライに対する周囲の嫉妬により濡れ衣を着せられたのではないかと、ホライを擁護する意見も存在する。江金倉高知城下を離れて、町医者から広瀬生を買い取った後の足取りには、不明な点が多いが、慶応年間よりおばを頼って、赤岡町に定住し、町営し、金倉を名乗り、地元の農民や漁民に頼まれるがままに、芝居や大町陳へ、エマ。 た声などを数多く描き駅の愛称で親しまれたこの時期の挨雑土俗的で血みどろの芝居絵は特に人気が高く、現在も赤岡では毎年7月に書く家が屏風絵を改陳する土佐赤岡絵金祭りが開かれている。大政奉還の後は生まれ故郷の高地に戻るが1873年に中部を患い、 右手の自由が効かなくなったため左手で絵を描き続けた。1876年3月8日死去。去年65。墓は、妻の初菊が、明治12年に死去した10月に、友竹ひとし夫婦母として、高知市や蔵野の新州寺山中に建立された。弟子は母妃によると数百人に上るとあり、十数人の名前が知れている。絵金の病笛は、 現在200点あまり確認されており、当地での人気の高さが伺える。後年になって、1972年放送開始の時代劇必殺仕掛け人のオープニング映像に使われて、以降、必殺シリーズではたびたび使用され、全国に広く認知されるようになった。駅員の作品を使用することを決めたのは、プロデューサーの山内久志である。 1971年には映画監督中平行が彼を主人公に闇の中の罪猛竜を制作。カンヌ映画祭に正式出品された。主演はマロ赤字である。門人として、鎌田シャオロン、竹市随山など著名な幕末の志士もいたが、主流を占めたのは染物や、扇や、タコや、傘や人形師、薪絵師、絵マ屋など職人たちであった。 中でも、染め物親の島田虎次郎は、優れた芝居への後継者であった。他に、宮田とも川西などがいた。ありがとうございます。